魂が変化していくことによって、もう自分自身が何でもかんでも犠牲的に思わずに、皆さんこんにちは、サラです。今日は誕生数でタロット占いをしていきたいと思います。誕生数というのはそれぞれの生年月日から算出される数です。誕生数の算出方法は、例えばこちらに出てるように1995年11月24日生まれの方は 1+9+9+5+1+1+2+4 ということで32になります。そしてその32をまた2つに分けて 3+2は5で、この5というのが誕生数になります。で、今のように、32は 3+2 は5なんですが、合計をした時に11、22、33、まれに44っていうのもあると思うんですが、その同じ数字が出た場合はその数字の方はマスターナンバーといって、それ以上足すことはありませんので、そのままでそれが誕生数になります。はい、では誕生数6の方の2021年前半をタロットで占っていきたいと思います。誕生数6の方っていうのは、理想主義とか家庭的、愛情深いっていうのがキーワードになっています。人からね、必要とされることに喜びを感じて、人の役に立つことで幸せを感じられる方が多いんじゃないかなって思います。誕生数6の方を芸能人で言うと、深田恭子さん、浅野温子さん、桐谷健太さん、ナイナイのやべっちかな、まあこういう方々なんですが、ね、やべっちなんてね、私はもうなんか結婚して子供ができてからね、すごいお父さんとかね、家庭的だなって思ったりしますね。はい、では誕生数6の方タロットリーディングしていきます。なんかいいですよね、人家庭的とかね、人に奉仕することで喜びを感じられるなんてね、すごい素晴らしいなって思いますね。はい、見ていきます。このように展開されました。はい、誕生数6の方の展開はこのようになりました。なんかパッと見てね、全然問題ないんですね。まあ現在ルマットから未来神の家っていうことは、何かすごく素晴らしいことが起きるとか、いい展開になっていくっていうカードなんですね。まあただね、この過去のカードが節制の逆で、この節制っていうのはね、まあ、救済するとか奉仕するとか癒しなんですね。で、そもそも、まあ、誕生数6の人っていうのは人に奉仕するとか家庭的とか、そういうねキーワードがあるんですけど、これが反対向いてるっていうことは、まあ、自分自身がね、その救済を受け入れないことが問題とかね、ちょっと犠牲的な気持ちが強いのかなっていう、そういう感じがします。だからその犠牲的な気持ちを少しちょっとコントロールしていくことによって、新しい形が再生、新しい形としてね、まあ、自分の中で魂が変化していくという、そういう感じがしますね。で、魂が変化していくことによって、もう自分自身が何でもかんでも犠牲的に思わずに、もっと多くのものを巻き込んで、自分自身をもいたわるっていうかね、そういう気持ちを持って進んでいくことによって、大きな成果を得られる、何かとんでもなく喜ばしい出来事が起きるっていう、そういうカードになってます。だから
ね、いつも私は言うんですけども、人に予報士をすることはとっても素晴らしいんだけど、そこにはやっぱり自分も含めてあげてほしいんですよね。自分自身の魂っていうのは癒されるためにこの世にやっぱりあなたのね体を借りて生まれてきてるんだから、あなたの魂が喜ぶようなこと、それはもう自分自身をも愛してあげるっていうことがとっても大事なことなんで、人に対して奉仕することばっかりじゃなくてね、自分にも奉仕してあげる、優しくしてあげる、愛してあげるっていうことを忘れずに、こう行動していったら、おのずといいことを引き寄せていくんじゃないかなって思います。参考にしてみてくださいね。